下村君の時間の範囲内でこれを許します。長谷博君。委員長。長谷君。自由民主党の長谷博史です。まあ、ただいまの下村委員の話に続けてお伺いいたします。朝鮮高校からですね、申請が上がってから1年半が経過しております。これは行政手続き上ですね、異例のことだと思います。審査をしですね、どうするかという判断をする、もっと早く返事を朝鮮高校に出すべきではありませんか。行政手続き法上の違反という訴えをされた場合にですね、もしかしたらそうなるのではありませんか。お伺いします。平野文科大臣。行政手続き法では、議員ご指摘のように速やかに、処理をするということが、ただし具体的、適正な申請がされてから、速やかにするというのが基本だと私は思っています。そういう中にありまして、それだけの時間がかかっているとこういうご指摘でございますが、私は、昨年この手続きについて、中止と停止をしろというふうに総理の方から、その当時の総理の方から、停止が出てきました。それは不測の事態に備えとこういうことでございまして、昨年の8月だと思いますが、再開をし、今全10校に対しまして厳正な審査をいたしているとこういう声です。長谷君。今ほどおっしゃいました不測の事態に法的根拠はありましたか。平野文科大臣。法的根拠というよりも、その当時の内閣総理大臣、政府としての意思でございましたので、我々としては文科省としては、停止をしたというふうに聞き及んでおります。長谷君。委員長。超法規的措置でなさったんですよ。当時の文科大臣も私の委員会質問にそのようにお答えになったんですよ。では改めて松原大臣にお聞きをします。どうして国家公安委員会は朝鮮総連を調査の対象にされているんですか。松原仁国家公安委員会委員長。委員長。松原君。お答え申し上げます。朝鮮総連は過去に重大な国際テロ事件や拉致容疑事件を引き起こした北朝鮮を支持する在日朝鮮人等で構成された団体であり、北朝鮮と極めて密接な関係を有すると認識をいたしております。平成18年第164国会の衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、当時公明党の池坊康子議員の質問に対し、小林警察庁警備局長が昭和53年には田中稔さん、昭和55年6月には原忠明さんがそれぞれ北朝鮮に拉致された事件において朝鮮総連関係者の関与が確認されている、在日本朝鮮人商工連合会の幹部がここも既製品を北朝鮮に不正輸出しようとした平成元年の事件により、朝鮮総連が北朝鮮への安全保障関係物資不正輸出に関わったことが明らかになっている、平成6年に北朝鮮向けにミサイルの研究開発に使用される恐れのあるジェットミル及び関連機器が不正輸出された事案において、在日朝鮮人科学技術協会が関与していたことが判明しているとの旨の答弁を、この池坊康子公明党衆議院議員の質問に対して小林警察庁の警備局長が答弁をしているわけであります。こういったことを含め、警察においてはこれまでも朝鮮総連の構成員やその関係者が北朝鮮工作員の密入国や北朝鮮の大量破壊兵器関連物資等の不正輸出に関与しているという事例を把握しているほか、拉致容疑事案においてもそういった関与も確認されている事例も把握しているとのことにより、この朝鮮総連の問題をですね、極めて深く認識をしているということであります。長谷君。東京都や大阪府はですね、地方自治体として
朝鮮学校に対する、支給をですね、差し止めをしたりしております。それを参考にすべきではないかと、松原大臣は平野大臣に進言すべきではないんですか。松原仁国家公安委員会委員長。私の認識は今申した認識でありまして、その場をそのことをこの場で申し上げているわけであります。長谷君。先ほど下村委員からも指摘があり、松原大臣が答弁をされたようにですね、北朝鮮本国、朝鮮総連、朝鮮学校は一体のものとしての認識を公安調査庁が持っており、ホームページを拝見してもですね、そのことは明々白々なんです。そのことは平野大臣も調べなくてもですね、すぐに分かる話なんです。したがってここまでずるずると申請を受けて審査を引き延ばしですよ、結論も出せないような状況ではなくて、現状においては朝鮮高校には支給をすることができませんという返事をすべきなんですよ。そして私は二つだけですね、方法を申し上げたいと思います。高校無償化法に従ってですね、朝鮮高校に支給金を出す方法が二つあるんですよ。国交正常化すれば本国において高校に類する家庭かどうか、そのことを確認する術が得られます。二つ目はですね、我が国の学校教育法上の第一条項にのっとっての学校法人になれば、正々堂々と出すことができるじゃありませんか。この二つの方法、間違ってますか、平野大臣。平野文科大臣。今の無償化の考え方は、一条項でなくても、種々の学校であれば、出せると、こういうことですから、今先生ご指摘のように、一条項にすべきであるとか、これは一つの考え方だと思いますが、今の無償化の考え方、理念、範囲という中には、そうでなくても、審査のもとに、適正であれば、支給することができると、こういう理念で動いて。当然国交正常化ということができれば、そういうことも当然あり得るかもしれませんが、それには我が国固有の、私の、立場でありませんが、我が国固有のやっぱり問題を抱えて、人権問題を含めて抱えておりますから、そこはなかなかそういう立場で私は答えるわけにいきません。委員長。長谷君。私がしてきた通り、2つの方法では支給できるんですよ。国交正常化すれば正々堂々とできるんです。そして学校教育法上のですね、一条項になれば素直にできるんですよ。野田総理、ここはやはり我が国を代表する総理としてですね、やはり朝鮮高校の皆さんはね、どうなってるんだと、この日本の国の審査体制はということで、1年半以上も待たされて今日に至っているんです。今のやり取りをお聞きになってお分かりのようにですね、私は総理としてこのことは記者会見なり声明をしてですね、明確に伝えないと、何か我が国がですね、朝鮮学校をいじめているような印象として受け取られてしまうんですよね。いかがでしょうか。野田内閣総理大臣。要は無償化の対象として認めるか認めないか、結論はそれしかないわけです。でそのための今審査を文科省がその基準に基づいて厳正にやっているということですから、その厳正にやっている最中にそれを飛び越えて私がどうのということは言えません。しっかりと厳正に対処していただきたいというふうに思います。委員長。長谷君。さっきの話をもう一つだけ申し上げておきますよ。行政手続き法上、あまりにも申請をしてきた朝鮮国交に対して不誠実です。そのことをまず申し上げておきたいと思います。ではちょっと論点を変えながらですね、高校無償化のですね、財源論ということからお聞きをしていきたいと思います。まず岡田副総理、この委員会でこの集中審議がされるに至った経緯は、下村さんと岡田副総理のやり取りの発言でした。誠意を持って高校無償化の政策効果についての検証をすると、その上で見直しをする。三党合意の確認書が交わされたのは昨年8月9日、
どうしてあの確認書が交わされたんですか。お答えください。岡田担当大臣。当時の私の思いはですね、これはおそらく石原幹事長、井上幹事長も同じだったと思いますが、非常に政治が停滞していると、前に進まない、そういう中で、大きな震災もあって、被災地への対応も必要だ、そしてその他のことも含めてですね、政治をしっかりと前に進めていくために三党が協力してやっていく、そういう思いの中で三党合意をまとめさせていただきました。長谷君。岡田副総理、簡単なんですよ。確認書の一番最後に書いてあることが全てなんですよ。高裁特例法案を速やかに成立させるために政治の混乱を避けてですね、お互い合意をしましょうと、そのための大きな目的はたった一つなんですよ。野田総理、財政規律を守りましょうということを我が自由民主党も公明党も民主党に対して申し入れをし、岡田当時の幹事長がですね、納得をしてサインをされたんですよ。岡田副総理、高裁特例法案を速やかに成立させるためにあの確認書を交わしたということについては間違いありませんよね。岡田担当大臣。私の思いとしては当然それがありました。ただ私の記憶では当時、参幹事長の中で、いやこれは別に高裁特例法のためにやるんじゃないんだという話は何度も聞かせていただいた記憶がございます。委員長。長谷君。そこは三党の同省義務のところかもしれませんが、そうなると野田総理はこの高校無償化法案を審議中にですね、財務副大臣という立場でございました。当時平成21年の12月頃でしたかね、随分と文部科学省の当時の中川雅治副大臣と野田財務副大臣の間でですね、特定扶養控除のですね、住民税、所得税、この廃止に向けてですね、やり取りがあったんですよ。その当時税制改正も現場で担当しておられた野田、財務副大臣当時はですね、これはそもそも現状でも低所得者の皆さん方には都道府県において、授業料の、ほぼ減免措置がなされていると、従ってですよ、高所得者に対する支援という考えもあってという発言を記者会見でしておられるんですね。しておられるんですよ。確認をしてあります。そうすると当時は財務副大臣という立場で、やはりなかなかこの予算の査定をするにあたってですね、所得制限も視野に入れなければいけないということを持ち出したんじゃないんですか。野田内閣総理大臣。だんだん思い出してきましたけれども、当時ですね、今ご指摘の高校無償化であるとか、子ども手当とか、農家の個別所得交渉のマニフェストの主要項目について、政府としては特に査定をする側の論点を掲げたという記憶があります。で、その中で今の高校無償化については、所得制限が望ましいということじゃないんです。論点としてこういう議論があります。という提示をしたということは思い出してきました。長谷君。そうすると、細かい話ですみません。特定扶養控除の、所得税、住民税、いわゆる国税、地方税の部分ですよね、岡田副総理。そうすると、これを縮減をしてですね、やはり高校無償化の財源にね、裏打ちをしようと。やはり恒久政策には恒久財源が必要であるという考え方は、異論はないと思います。そうしたときに、ここを縮減して手当てできた財源というのは、当時一体いくらだったでしょうか。岡田。安住さん、はい。16歳から18歳までの上乗せ部分の廃止でございますけれども、所得税で957億、個人住民税で392億ですから、計、1349億円でございます。はい、長谷君。そうすると当時、なんとか1300億は手当てできたんですよ。恒久財源としてですね。これはまさしく皆さん方のおっしゃっているですね、控除から手当てという部分の論に合ってます。ただ、高校無償化は
あの時3933億円でしたからですね、3900億円から1300円 を引いた2600億円ですね、これどう手当てするかということに野田副財務副大臣はずいぶん苦労されたんですよ。そこでですね、ずいぶんと耐震化の工事、老朽化の工事、これをですね、手当てをされるというふうな、ずいぶんと、まあ、コンクリートから人へかもしれませんが、結構ぶった切るですね、ずいぶんとひどいことをされたんですよ。私は当時ね、委員会で、あんまり文部科学省いじめちゃダメですよと、野田総理に言ったじゃないですか。ね。したがって、ここは大事なところですよね。恒久政策には恒久財源とすると、ワンショットの財源を平成22年度予算編成で税制改正で手当てしてもダメなんですよ。ね、あの2600億円はその後2年経ってですね、どのように手当てをされてきているんでしょうか。それとも、もう法律が通ったんだから優先的にね、財源は手当てされているんだからそれはいいんだよとおっしゃるかもしれません。そういうふうにおっしゃるならば、我々はさらに自由民主党として言わなければいけないのは、だから財政規律を守れず、赤字国債をたくさん出さなければいけなくなってしまうんじゃありませんかと、こういうふうな議論に入ってくるんですよね。野田総理、恒久政策には恒久財源、高校無償化の財源、今年は3964億円でしたね。これ本当に手当てされているということを明言してよろしいんですか。安住財務大臣。特定扶養控除の見直し等の財源を直入しているという目的税ではありません。ですから、そういう点では、マニフェスト主要政策の中の財源については、さまざまな歳出の削減とか税制改正によって、その中にはご指摘のようなことも含まれますけれども、そうしたことで恒久的な財源を確保しながら、この施策を行っているというふうに解釈していただければと思います。長谷君。したがって非常に分かりやすいです。マニフェスト項目を予算要望に盛り込んだので、パンパンにお腹が膨らんでですね、パンパンになりすぎて、さらに膨らんだものがさらに膨らみすぎてですよ、今の財政健全化を目指すという政府の方針にちょっと無理がかかってきていますよねということを我々は指摘をせざるを得ないんですよ。で、もうちょっと元に戻りますね。平野文科大臣、そもそもですよ、この国際人権永久約の問題がございました。政権交代する前の平成21年度で、ね、公財政支出、国と地方を合わせて高校教育にいくらぐらいつぎ込んでいたんでしょうか。ざくっとそのいくらぐらいつぎ込んでいたかということをお示しいただきたいと思います。平野文科大臣。高校教育という固有概念でございますが、これ国地方合わせてということでよろしいでしょうか。はい、具体的にちょっと数字は今ちょっと持ち合わせておりませんが、だいたい2兆国がですね、だいたい700ちょいだと思っておりますが、で地方が交付税という、部分で約2兆強ぐらいだと、こういうふうに認識いたしております。はい、長谷君。そうですね、2兆5、6千5、6千ほどなんですよ。そうすると当然地方の部分は知財計画に入っております。そして授業料としての部分をですね、無償化という言い方になっておりますから、高校無償化と一言で言うよりも、いわゆる高校授業料無償化という政策なんだろうと思います。それがおよそ4000億円、合わせて3兆円、3兆円のうちの4000億円を手当てをしたというのが、民主党の皆さん方が政権交代をして訴えておられる政策になるわけなんですよ。したがって私は国際社会と比較をしてもですね、高校教育に対して公財政支出が今まで全くなかったとまでは言い切れないというふうに思うんですよね。いかがでしょうか。平野文科大臣。直接の部分につきましては714億円ぐらいだと思いますが、地方が、これ設置者が、地方公共団体でございますが、そこに、投入をしていると、
金はこれで教育ということではいきませんが、投入している部分についてはかなりの部分は投入しているというふうには認識せざるを得ないと思います。委員長、橋田君。したがって限られた税収を義務教育ではない高校教育に投入する場合には、やはり一定の所得制限を設けて、より所得の低い、また都道府県の支援の凸凹のあるところを埋めるような給付型奨学金、あるいは高校生就学支援基金、これは麻生政権の時に補正予算で作ったものです。これを恒久化するような方策の方が財政規律にも合うんじゃないんですかというのが私たちの提言なんですよ。文部科学大臣、いかがでしょうか。平野文科大臣。そういう先生お考えの部分は、理解はいたします。しかし、我々としては、今の先生おっしゃる部分を含めて、各政党間で今ご議論を、いただいております。したがってその結論を待って対応してまいりたいと、こういうふうに思います。委員長、橋田君。まあ、私が所得制限の必要性ということを一定のご理解いただいたと思います。で、まあ、親責任、義務教育ではない以上、意欲と能力のある子どもを高校に上げて育てていこう。まず基本的には親としての責任があるでしょう。しかし親にも所得のいろいろなことがありますから、家計を支援するためにも所得制限やをしながらですね、低所得の方や都道府県の凸凹があるところは国の責任で応援をしていきましょうと、私は文科大臣にはそういう理念を大切にしていただきたいと思っているんです。いえ、結構です。野田総理、すいません、お待たせしました。実は2006年10月20日文部科学委員会、私もあの場におりました。当時の伊吹文部科学大臣と野田委員はですね、高校の日本史の必修化についての大変素晴らしいやり取りをなさっていました。野田さんは質疑の中で、私は民主党の中でも守備位置はライトで時々ファールフライも取りに行くんだよと、こういうふうなコメントも残っております。そんな中でですね、日本史の必修化が必要ではないかと野田、当時の委員野田総理がお持ち出しになったのは、当時あの問題があったんですよ。私学のミリ修問題で、特に世界史がですね、ミリ修だったと。しかし私たちからすれば、私学には私学の見学の精神もあるじゃないかと。だから私学は授業料を多めに、取るということに対しても理解が一定得られている。それはそれとして、当時野田総理はこういう提案されたんですね。世界史に変えて日本史を必修にするか、世界史と日本史を両方必修にするか、あるいは現代史を学ぶ必要があり、我が国だけではなくて周辺諸国との関係も含めて、高校生は社会に出る一歩手前であるので、その理解をするためにも世界史と日本史のミックスした教科をですね、必修にすべきではないかと力強く伊吹文部科学大臣に対して訴えておられました。そのお考えに今も変わりはありませんね。野田義彦。やっぱり野田総理です。野田義彦内閣総理大臣。思い出してきました、これを。当時の、ね、問題意識でですね、そう、ミリ修の問題もあったんですけれども、あるアンケート調査を見たんです、高校生に。で、日米が対戦したことを知らないという学生がたくさんいるということを見てショックを受けたんです。で、小学校中学校で一定の歴史を学んできたはずです。だけど大体日本の歴史の場合ですね、残切り頭ぐらいで終わっちゃうんですね、はい。そのほど大事なですね、文明開化以降の大事な困難も含めた歴史をきちっと教えていない。で、高校生で日米が戦ったことすら知らないというのは、これはまずいんではないかという問題意識があって、きちっと日本の歴史を、もちろん世界史も大事ですよ、というのを、という意味で三択の問題提起を伊吹先生にしたときに、かなり前向きにご答弁いただいた記憶があります。委員長、橋田君。先ほど、下村委員もお触れになりましたね。名古屋市長の河村市長、南京事件なかったというふうな発言についてはですね、私はこういうふうに認識しているんです。30万人とか、
あるいは戦争における戦闘行為であることが大虐殺という文言でですね、教科書に載るような状況はですね、やはり歴史家が正式な事実に基づいて検証した上で対応なさらなければいけないんではないかというのが河村市長の問題意識の提言なんですよ。ところがそれが残念ながら外交問題として圧力が加えられ、少しずつ少しずつ日本の歴史的な認識の立ち位置が真ん中から左の方へ、中国から言われるたびにまた左の方へ、また左の方へ、半歩ずつ半歩ずつと言っているうちに随分左の方に歴史認識が押しやられてきているんです。だから私は日本史の必修化、近現代史を我が国の歴史とともに近隣諸国や世界の中で学ぶべきであるという野田総理の考え方は正しいと思ってるんですよ。いかがでしょうか。そして、平野大臣には最後にですね、当時伊吹大臣は極めて前向きにご答弁になったんですよ。もしかしたら同じ政党じゃないかなと思うぐらい私は見ていました。その後中教審に諮問しましたか。そして今高校教育部会が審議しております。私はぜひ野田総理の、ね、指摘も含めて中教審に諮問をすべきではありませんか。どっちからいきます。じゃあ文科大臣にお聞きして、はい、最後に野田総理にお聞きします、はい、平野文科大臣、はい、その前に、先ほど先生からありました所得制限について理解を示したと、こういうふうにおっしゃられましたが、やっぱり私どもとして理念がございます。ただし、政党間協議を、しておられますから、その結論を待ってご判断をさせてもらいたいと、こういうことでございます。で今日本史の問題言われました。で私は、野田総理が当時、そういうご質問なり、伊吹先生との間でやり取りされておられるということでありますが、私は今、文科省の立場で言いますと、中学の教科に、日本史を重点的にやっておるものですから、高校につきましては今現在、世界史、特にグローバル、これからの社会においては世界史も重要であると、こういうことであります。で加えて先生、ご指摘の、ところについては、日本史と世界史とが十分、相関が取れる、こういうような知恵も工夫もしておるところでございますし、加えて今中教審に答申しているかどうか、これちょっと私今、分かりませんが、今いろんな高校の改革を中教審の方でも進めておりますので、その趣旨についても私しっかりと伝えてまいりたいと思います。どうぞ。内閣総理大臣。当時のいろんな活発な意見交換の後にその中教審があって、それで今はまた世界史必修という形に決定したと思うんです。ただその後もいろんなまた専門委員会 のまた機会があると思うんで、ぜひ私の問題意識をご理解いただいてご審議いただければ大変ありがたいというふうに思います。はい、長谷君。最後に今成人年齢18歳という問題がですね、国会でも大きな課題になっておりますとするならば、私はね、ここまでの税金を投入して高校授業料無償化ということを進めている以上、私たちは全否定していません。所得制限を言っているだけです。とすると公民教育をさらに内容充実し、特に社会保障の問題については、ね、高校卒業した後就職をし社会に出る、あるいは大学に行ってより高等教育を学ぶ子どもたちに対してですね、公民教育、成人年齢18歳ということを考えれば、より公民教育を充実すべきである、そういうことを打ち出してから高校無償化の政策を出してほしかったな、そのように申し上げて私の質問を終わります。ありがとうございました。この際赤澤良生君から関連質疑の申し出があります。下村君の持ち時間の範囲内でこれを許します。